車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト、土地パフォーマンスです。前回葛飾店で見ていただいたテックアートのコンプリートカー製作、あの後葛飾店を出ましてモンドモディに入庫いたしました。今回から本格的にエアロの取り付け作業が始まります。というわけで取り付けるエアロを紹介しましょう。こちらです。新しいコンプリートカー GT スポーツということで、パーツラインナップ的にはめちゃくちゃ多いわけではないんですけども、結構な点数です。そしてですね、まあ、GT ストリート R のよりストリート版ということで、まあ、少しおとなしいというか、もうちょっとスマートになった印象ですね。バンパーはこれ全交換になります。基本的にはまあポルシェの純正バンパーの形状を引き継ぎつつ、ここがまあ GT ストリート R みたいな、まあ、ちょっとアグレッシブな形になっていると。そして部分このカーボンの、当然全部ドライでございます。カーボンパース、これ薄さ半端ないっすね。真ん中にはテックアートのロゴが、この辺塗り分けはたくさんできると思います。まあ、ボディカラー入れていただいてもいいですし、なんか差し色入れていただいてもいいんじゃないかなと。で、部分あのパーツ分かれてるんで、その辺の塗り分けもできるかなと。そして下側は同じくカーボン、ドライカーボンになっております。とにかくドイツのドライカーボン品質がいいんで、まあ、非常に剛性もあると。で、これが下側にこんな感じでつく感じですね。そして今回なんとコンプリートカーということで、ボンネットも交換されちゃいます。当然あの純正のアルミのボンネットからドライのカーボンのボンネットになるんで、まあ、非常に軽量になるのもそうなんですけれども、まあ、純正にはないプレスラインが追加されて、なおかつこちらダクトがついちゃいます。で、エアロボンネットは、まあ、いろんなものがいろんなメーカーから出てると思うんですけれども、エクアートの場合ちゃんと機能するエアロボンネットでございます。というわけでこれについてくる部品がこちら。なんとこれ品番から調べたら純正の GT3 のパーツみたいです。というわけでちゃんと前側のバンパーからエアを取り込んでボンネットに流すっていう、そういったちゃんとした機能をするボンネットになってます。まあ、いろんなボンネットあるんで、まあ、もちろんそのドレスアップ目的でそのダクトがないのはダメですよっていうわけではないんですけれども、テックアートの場合きちんと風洞実験もしてますし、なおかつ、まあ、ドイツのメーカーなんで、まあ、リアル300キロの世界のチューナーということで、これが本当に機能しなかったり性能ダウンしちゃうようなものだとやっぱクレームになっちゃうんで、まあ、基本的にそういった性能重視したい方にも非常におすすめのパーツになっております。そしてですね、バンパーボンネットときたら当然サイドスカートなんかも交換されます。まあ、純正も少し張り出しがターボ S の場合あるんですけれども、さらに張り出しが少し大きくなって、このカーボンの、はい、カバーがこんな感じで被るタイプですね。なんで横はちゃんとこのフィンが立ち上がって、テックアートのロゴがエンボスで入ります。で、こちらももう極薄です。そしてこのフィンも極薄、ただ強度は半端ないです。というわけでこの辺なんかもついてきます。で、あとは本当に細かいパーツ、ミラーのカバーなんかも、あのこの辺も部品単体で販売してますんで、純正ついてないよっていう方は渡していただいてもいいと思いますし、さらにその上を行きたい方、992型ってこのスタンダードなミラーしかないの皆さんご存知でしょうか。991まではエアロデザインのスポーツデザインのこの足が2本になってるミラーオプションであったと思うんですけども、あと GTS とかが標準化、それが992型から設定がなくなっちゃったんですけど、なんとテックアートを作りました。というわけでここからごっそり交換すればそのエアロミラーにすることはできます。ただ金額が全く可愛くないんで、まあ、興味のある方はホームページなんか見ていただけるといいんじゃないかなと。そしてですね、後ろいろんなパーツあります。サイドのエアダクトなんかもカバーが全部ついて、しかもこれ単純なカバーじゃなくて少しこう外側にエアロ形状で膨らむんで、まあ、よりエアが取り込めるようなこういったダクト、この辺なんかもちゃんと機能するパーツとしてこの辺ついていきます。あとはリアウィング、こちらは純正と交換になります。ということで少しごっついんですけど、こんな感じで純正と置き換える感じですね。で、これも形状が変わってちゃんとエアロ形状、これも効くものになってます。そしてテックアートのリアのロゴ、ポルシェロゴに被る形で、まあ、基本的にコンプリートカーってその元のメーカーのロゴが全部消えるようになってるんですよ。全く別の車に生まれ変わるようにこういったものも全部ついていきます。そしてリアも同様にこういったサイドのフィンだったり、あとはリアバンパーに関してはそのまま純正のものを使う形になります。というわけでリアのディフューザーの部分、このマフラーの周りなんかが交換になります。まあ、形状も少し変わって、なおかつカーボンパーツもついてくると。そしてあとはリアディフューザー、
この辺なんかもここにフィンがつくんで、まあ、塗り分けなんかしていただいてもいいのかなと。あとはマフラー、今回マフラー交換もちろんするんですけれども、ちらっと見えるこのマフラーカッター、こちらもドライカーボンのテックアートロゴ入りのものになります。そして今回一番最初にも触れてます通り800馬力になりますんで、800馬力チューニングしましたの証、テックアートパワーキットということで、これも純正のファンのカバーですね、こちらにかぶせる形なんですけども、こちらもついてきます。というわけでカーボンパーツ盛りだくさんになりの、他の部分の形状も変わりの、しかも塗り分けもいろいろできる仕様になってます。あと今回のお車はヘアロの取り付けの他に純正のしぼしぼのパーツ、こういったところですね、こういったところの絞取りとペイントも予定しています。というわけでこの辺なんかももちろん単体でもできますんで、気になる方は、特にポルシェ純正パーツで樹脂パーツ多いんで、まあ、そういったものを後からしてあげることで、まあ、高級感もアップしますんで、お気軽にご用意ください。そして一番気になる足元でございます。当然この完成されたボディに合わせて少しローダウンしてダイヤホイールも交換予定でございます。で今回はテックアートのコンプリートカーということで、もちろんテックアートの単造ホイールが装着されますんで、こちら、まあ、カラーだったりどんなものになるかっていうのは楽しみにしていただけるといいんじゃないかなと。そしてあとはキャリパー PCCB 黄色スタンダードということで黄色なんですけども、これもテックアートのロゴ入りで何色になるかは聞いてません。というわけでこれも次回の動画お楽しみにということで、さあというわけで今回はざっくりどんな感じのエアロがつくのかっていうのをお届けさせていただきました。まあ細かいところ言うと、こういったポルシェのクレストだったりも当然テックアートになります。あとはこの後作業の動画もありますので、ぜひご視聴ください。そして続きもお伝えしますので、次回の動画もお楽しみにということで、チャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。